グリニッジ、グリニッジは、グレーターロンドン南東部の町で、グリニッジロンドン特別区のテムズ川南岸に位置している。グリニッジ平均時の基準となる都市として、また、マリータイムグリニッチカイジ、海樹都市グリニッジ、河口都市グリニッジの名で、ユネスコの世界遺産に登録されている由緒ある港町として、よく知られている。最近は使用されないが、明治から昭和初期の頃までは、 漢字で緑とも表記された。伝統的なイギリス英語ではグリニッジだが現在はグレニッジが通用している。ただし地元ではグレニッジやグリニッジも代替可能な発音として受け入れられている。ただしアメリカの地名では一般的なグリーンウィッチという発音はこの都市の発音としては不適切とみなされている。グリニッジは 国五51度2838、経度000に位置している。グリニッチ中心街、本来のグリニッチは、グリニッチ特別区の西部にある。グリニッチ中心街の北東に隣接する地域、現在ノースグリニッチノースグリニッチと呼ばれるが、古くはここでなく、テムズ川北岸の呼び名であったは、西、北、東を大きく湾曲したテムズ川に囲まれるため、グリニッチ半島、 とも呼ばれる。水運と密接に結びついてきた、グリニッジの歴史的建造物群は、世界遺産に登録されている。グリニッジ天文台がある都市としてよく知られており、この天文台を、グリニッジ死後戦が通っている。かつて、協定世界時に置き換えられるまでは、グリニッジ天文台での時間計測に基礎を追い、グリニッジ平均時が用いられていた。 グリニッジはもはや実用的な天体観測を主導する場ではないが、ここでは今なお放置玉は正確に午後1時を知らせている。またジョン・ハリソンの海示クロノメーターをはじめとする天文学や公開術に関する道具を集めた博物館が併設されている。天文台はプラセンティア宮殿の敷地を利用したグリニッジ公園内にある。公園には ユニホー・ジョーンズ作のクイーンズ・ハウスを含む国立海事博物館があり、すべての建築物は自由に訪れることができる。旧王立海軍大学が管理しており、毎日訪問者に無料で開放されている。旧大学内のいくつかの建造物はグリニッジ大学に課されているが、ザ・キング・チャールズ・ブロックはに課されている。また、ジェームズ・ソーン・ヒルやセント・ピーター。 セントポール両礼廃道、校舎の内装は、ジェームズ・シーニアン・スチュアートが手掛けたも、毎日グリニッチビジターセンターからガイド付きツアーが、出発している通り、一般に開放されている。グリニッジには扇を集めた、世界唯一の扇博物館がある。グリニッジには、劇場が二つあるが、もう一つは、グリニッチ・プレイハウス、である。クリッパーのカティ・サークは、 川沿いのカンドックで保存展示されている。2006年から小船の大規模な保存プロジェクトが始動し、2008年9月に終了する予定であった。しかし2007年5月21日に火災事故が発生、復元が大幅に遅れた。その後、2012年4月25日、女王エリザベス2世によって一般公開が宣言された。そのそばには長い間、 フランシス・チチスターが226日間世界一周、1966年から1967年を行った決地であるジップシーモス4000号も展示されていたが、第二の公開歴を積み重ねるための大規模な修繕のために2004年に移送された。カティ・サークのそばには、テムズ川の北側のアイロー・ブードックズがある。トンネルの北側の出口は、 アイランドガーデンズを記念するオベリスクが立っている。ミレニアムドームはグリニッ半島のブリティッシュガスの使われなくなった敷地に建てられた。これは地下鉄のノースグリニッジ駅に隣接し、グリニッ中心街からはおよそ 5km のところにある。ドームの南には都市の再開発地区であるグリニッミレニアムビレッジが存在する。 都市中心部の西側に立っているのが、セントアルフィージ協会が手がけたものである。都市中心部では、週末には、グリニッチ市場が多くの観光客で賑わう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。